ご施術業高校11番安田光平君のトライです。上昇学園高校7番原東亜君のトライです。
上昇学園高校5点を返しました。ゴール成功いたしまして上昇学園高校2点を追加、7対26になります。お客様に選手の入れ替えをお知らせいたします。ご施術業高校2番本林優太君に代わりまして19番柳田恭介君が入りました。
に選手の入れ替えを知らせいたします。上昇学園高校7番原東亜君に代わりまして18番岩本健信君が入りました。後半のラストタイムをお知らせいたします。後半のラストタイムは3分です。ラストタイムは3分です。
試合が終了いたしました。大阪府第2地区代表上昇学園高等学校対奈良県代表奈良県立御泉実業高等学校の試合は7対26で奈良県代表奈良県立御泉実業高等学校が勝ちました。検討しました両校に今一度大きな拍手をお願いいたします。